Let's go! サラパー、サラパー、サラパプラパ、サラクボチャンネル。はい、今日はクボちゃんにある検証をしたいと思うんですけど、クボちゃんはサラのわがままをどこまで聞けるのか、まあ多分いろいろ聞いてくれると思うんですけど、検証をしたいと思います。いいねとチャンネル登録お願いします。あれ、サラの携帯鳴らそうか。サラの携帯ちょっと鳴らしてくれる。さっきカフェになかった。カフェに置いてきたかも。さっき取ってきた。やばいですね。サラちゃん、僕のなんかこのロボットって書いてあるんですけど、僕電話鳴らしたらえっつってロボットって登録されてるんですけど、サラちゃん、ほらあった。サラちゃんロボットって書いてあった。ロボットって登録されてる。なんで言ったじゃん、この間喧嘩した時。もうクボちゃんをロボットとして見ればサラは怒らずに済むって言ってさ、サラの頭の中でクボちゃんはロボットロボットって思い込んで、だから携帯もロボットだからロボットなんだけど、まあロボットはどれだけサラのわがままを聞いてくれるのか。いつも聞いてんの。だからその検証をしたい。ヘッドマッサージしてって言われたら頭マッサージしたり、肩のマッサージしてって言われたら腹にしてる。じゃあヘッドマッサージして。どうですか。ちょっと焦りが入ってる。焦り早い。じわーってやらないと。じわー、もういい。だからそれはサラが決めるの。終わりとか終わりじゃないの、サラが決めるの。じわー、うまいでしょ。僕まあまあ褒めておこう。下下下上左、あそこじゃない、右。自分で書いた方がいいんじゃない。真剣に人の背中だと思ってさ。手置き手置き。ね、2本あったら他のことできないじゃん。ジュース取ってほしいんだけど。飲ましてそうだ。なんで自分が関節中狙った。あ、関節中した。キモい。じゃあティッシュ取って。戻して。はい。今日も朝ティッシュ取ってって言われて2回ぐらい取った。じゃあお姫様抱っこしてくれる？サラは立つことすらできない。せーの、よいしょ。パンツ見える。え、だからその手でこのスカートに押さえて、ちゃんとさ、サラが可愛く見えるようにお姫様抱っこしてる。よいしょ、よいしょ。ちょっとちゃんと、ちょっと揺れてる揺れてる。痛い。ちゃんとデリケートなんだから。すみません、いつもこうなんです。はい、じゃあ下ろす。はい、待っててね。分かった。これ何なんでしょうか。はい、じゃあ帰り、はい、待ってるから。スカート、はい。ここからチューはない。なあるわけないじゃん、そんな。こういう感じ。いや見て、それいらない。いいね、いいね、ちょっと待って。おぉ、危ない。ちょっと危ないよね、ちょっとね、そういうことしないで。マイクカートみたい。元にあったところに収納して。よし、はい、はあ、いいね。どう、さあの究極わがまま。では別にいつも通りって感じだから、そんな。はい、ということで検証の結果、クボちゃんはサラの言うことを何でも聞くロボでした。ウィーガちゃん、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 みんないいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。